それでは早速皆さんから一言ずつご挨拶をいただきましょう。まずは不眠症に悩む女子高生曲里沙希を演じられた森七菜さん、ご挨拶お願いします。森七菜です。今日はお集まりいただきありがとうございます。たくさんお話しできるように頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、伊崎と同じく不眠症に悩む男子高生中見元太を演じました奥平さん、ご挨拶お願いします。はい、中見元太役を演じさせていただきました奥平大健です。本日お集まりいただきありがとうございます。僕もなんか楽しく話せたらいいなって思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして監督を務められました池田千尋さん、ご挨拶お願いします。監督を務めました池田千尋です。今日はこの映画が皆さんに見てもらえるスタートの日になります。ここにスタートに集まっていただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは早速お話を聞いていきたいと思います。まず森さんにお願いします。原作君は放課後インソムニア、発売当初から漫画を読んでいらっしゃったとのことですが、イサキ役のお話を聞かれた時の率直な感想をお聞かせください。驚きましたね。なんかこんな、なんか全然簡単ではなかったですけど、こう分かりやすく夢が叶ったって思う瞬間ってあるんだなって思いました。それはもうずっと前から思ってた夢なので、よりこの年数も相まってすごく感動しました。ありがとうございます。またこの作品の原作の魅力を教えていただけますか。もう語りきれないんですけど、なんていうか、こう絶対嘘じゃないだろうっていう、なんかどこかで本当にあった話を誰かが覗き見して書いてるみたいな、そんなこう飾らない2人、イサキとガンタとその仲間たちが大好きでよく見てました。私全然高校生活楽しめた方じゃなかったんで、代わりに2人が楽しんでくれてるような感じで読んでましたね。はい、です。ありがとうございます。続いて奥平さんにお聞きしたいと思います。奥平さんは原作漫画を読まれた時の感想いかがでしたか。そうですね、僕は脚本を読んだ後のタイミングで読ませていただいたんですけど、とりあえず一番最初はもう一読者として見させていただこうかなっていうふうに思ってたんですけど、なんか自分の経験上原作がある作品に出させていただくってことがあんまなかったので、なんかこのガンタを僕が演じるのかっていうのがあんまなんかちょっと実感湧かないまま読んでて、でもなんかやっぱ一番最初は自分が演じるガンタをすごい中心に見てたんですけど、やっぱ出てくるみんなが個性豊かで、なんかそういうところにだん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 惹かれてって、なんかすごい素直にこの作品を楽しめたかなって思いましたね。ありがとうございます。奥平さん自身、本作が映画初主演となりましたが、ガンタが決まった時のお気持ちいかがでしたか。そうですね、なんかでも特にじゃあ主演だからといって今までよりも頑張るぞっていうのはなかったんですけど、なんか今まで通り自分のやることをやろうっていうふうに思ってたんですけど、そのさっきも言った通り、やっぱ自分が原作がある作品をやるっていう経験が今までその多くなかったので、やっぱりそういうところでどういうことをしなきゃいけないのかとか、やっぱ主演なのでそれなりにずっとお芝居する時間が長いので、そういう楽しみっていうのもありましたね。ありがとうございます。やっぱり原作読んだ時に自分の高校時代をまずパッと思い出したんですよね。でそれって全然こうキラキラしたものとかキュンキュンしたものとかでは全然なくって、私も廃部になりそうな映像文化部ってとこで本当一人で映画を作り始めたんですよ。でなんかその経験とかでも、あの時すっごい地味でただただ頑張ってただけのことが、あこんな風にキラキラと描いてくれてるんだっていう感覚でしたよね。だからそのことすごく覚えていて、だから撮る時も
あのこの君は放課後インソムニア原作の中にずっと生っぽいその生きてる、そうすぐそこに生きていそうな高校生たちがずっといるっていう、この空気感っていうのをどう作品の中に作っていくかっていう、それを心がけてやってました。はい、空気感を特に大切に。そうですね、はい、ありがとうございます森さんコメントお願いします。そう、そうですね、あの、うん、あのやっぱ何十巻ぐらいあるものを 2時間にキュッてしてるので、こう私も好きだったエピソードとかたくさんあるし、なんかどこが入ってるんだろうっていうのをすごくワクワクしながら脚本を読んだんですけど、こうあ2人の魅力がきっと伝わるんじゃないかなってこう思いましたね。その、まあ、いろんな素敵なシーンを抜粋してあの脚本を書いてくださったので、あのこれをまた私たちが動きにして声にして届けるんだっていうプレッシャーはありました。はい、ありがとうございます。奥平さんはいかがですか？そうですね、なんか実際に出来上がった映像も見ても思ったんですけど、やっぱりロケーションだったりとか、うん、やっぱそこで自分がお芝居する場所だったりとかっていうのがすごい大事になるかなっていうふうに一番最初に読んだ時に思って、なのでやっぱその時僕今回七尾市にあの初めて行かせていただいたんですけど、やっぱ七尾市というものを知らなかったので、やっぱそこで生きてるこうなんか高校生を演じるっていうので、やっぱその場所を知る必要があるなっていうふうにすごい思って、うんうん、なんかそういうなんか場所とか、あとやっぱ一緒にお芝居するなんか仲間たちをちょっとね話してみたいなとか会ってみたいなとかっていうのを思ったりしたんですけど、やっぱ実際に映画完成したのを見て、ずっとそわそわしちゃってて、なんかやっぱなんて言うんだろうな、自分がお芝居してる姿を見るっていうのもあんまりないですし、なんかわかんないけどずっとそわそわしちゃってましたね。そうだったんですね。私の方はずっとキュンキュンさせていただきました。ありがとうございます。すごく楽しかったです。あの東京に比べると割と何もないとこなんですけどでもやっぱりその分違ったな何かがあるっていうか、こう撮影の休みとかにはそのこう女子のチームでなんかこう遠いとこまでハンバーガー食べに行ったりとか、なんかそういう今東京に住んでることじゃできないこととかたくさんできましたし、やっぱり実際に行ってみて小城先生のこの漫画をでその七尾市を描くときにどれだけ再現率が高かったのかっていうのが、どれだけやっぱりそのまま美しく写真みたいに捉えられていたのかっていうのがこう分かったんで、ファンとしてこう聖地巡礼しながら撮影した感じですごい嬉しかったですね。ありがとうございます。奥平さんはいかがですか？そうですね、やっぱそのさっきロケーションが気になってたっていうのもあったんですけど、やっぱりなんかいろんなとこ歩きたくなるような場所だなってすごい個人的に思っていて、なんか休みの時とか自分で時間ある時はすごいもう散歩プラーって行ったりとかしてたんですけど、なんか本当にそういい意味ですごいもう何もないところもあればすごい静かでなんかのどかで心がすごい癒される場所だなっていうふうに思って、でなんか七尾市以外にもあの石川県 あの他の場所にも行かせていただいたんですけど、なんかそれぞれ違った良さがあるというか、近くても違った良さがあるところが多いなっていうふうに個人的に思いましたね。なんだろうな、私はあの魚をいっぱい食べれる場所があって、あの2人でその写真を撮る時のすぐ近くにあるなんか市場があるんですけど、そこにこう休みのたんびに行ってはなんか違う種類の海鮮を食べて、なの最高って言ってましたね。その市場の名前はちょっと忘れちゃいましたね。気になりますね私でも市場といったらもうそこなんですよね、七尾って多分、私も忘れてしまったな、ね、原作にも出てくるんですけど、撮影に使うことも実は検討してたんですけど、今回はちょっとハマるとこがなかったっていう。なるほど、そうでもといえばそこなんですよ、もう名前言わなくても伝わるっていうぐらいのところから忘れちゃいました、ありがとうございます。ちょっと注目したいと思います。池田監督にお伺いします、はい、
原作では七尾市に実在するお店や場所が本当に多く登場しますよね。実際に現地に行かれてみてどのように感じられましたか？また苦労された点などあればそちらもお聞かせください。やっぱり原作を皆さん読んでるんですよね。七尾の方って君は放課後インソムニアって言うと、うちの町を舞台にした漫画だよねっていうことで知ってらっしゃる方がとても多くて、なので本当に奇跡的なことだと思うんですよ。実際生きてる高校で夏休みに実は部活やったりとか皆さん活動してる脇で撮影させてもらってたんですけど、なかなか本当は許可が下りないところを、やっぱり皆さんがそれぞれやっぱ原作に対する愛もあって、いいよって快く貸してくださったんで、本当にそれはありがたかったですよね。で、苦労したで言うと、これがですね、漫画という表現は私は本当に羨ましいなって改めて思うんですけど、絵の中ではそのように表現できても、実際に撮影するときにこれはかなり難しいぞってことがいくつかあって、まあ、1個目はね、もう皆さん経験している天文台、実際の高校の天文台をお借りしたんですが、まあ、もちろんクーラーもないわけです。で、猛暑だったんです。ものすごく暑くて、もうサウナ並みの暑さの中でスタッフもちょっと朦朧としながらやっていて、あれは大変だった。いや、本当大変でしたよねなんかもうみんなでコップ、紙コップをバケツリレーのように組んでもう本当に協力プレーでなんとか生きてましたねそうですよね、あれが、ね、大変でした。めちゃくちゃさえまやかなシーンに仕上がってたので、そんなこと全然気づきませんでした。そうなんですよね、映ってないなっていうことに私も安心しました、はい、あんな大変だったけど、まあ、あとはバス停ですよね。あのバス停って本当はこう道が生きてる道の脇にあるんで、通常なら撮影なかなか許可下りないところも、やっぱり市全体のあの申請もスタッフがいろいろこう工夫して頑張ってくれて撮影させてもらったりとか、そういうことはありましたね、はい、漫画に出てくる場所で、はい、なんか不思議な、僕はすごい不思議な感覚でしたね。なんかやっぱまあ七尾市に行く前にあの漫画を読ませていただいて、でなんかある、なんか全部は覚えてなくても、やっぱ街なんか歩いてると、あれなんかこう見たことあるなと思って、で見返してみたら、あ、漫画のここの部分かみたいな、なんかそういう意味で純粋にその聖地巡礼として楽しめますし、なんかでもやっぱ僕が実際ここでお芝居するんだとかっていうふうに考えると、なんかねちょっと感慨深いものはありましたね。まさに作品に入っていく感じがしますよね。そうですね、なんかやっぱその1日目に七尾市行った時に、なんかみんなであの七尾市なんか巡ったみたいな、そうなんですよ、あのキャストの皆さん撮影の前日に入ってもらって、みんなであの橋を渡ったり実際に体験しようとこの街をっていうツアーを組んでしましたねそうそう、その時になんかやっぱみんなそのキャストのみんなだから、やっぱこの映画に出る子たちじゃないですか、うん、でなんかそういう実際に出てくるあの漫画で出てくるあの場所とかを歩いてて、なんか後ろからそのキャストの子たちを見ると、なんかやっぱみんななんか本物にしか見えないっていうか、なんていうの、表現の仕方があってるか分かんないんですけど、なんかねやっぱもうみんなそれぞれのキャラクターとして、それだけそこの後ろで見てるだけですごいなんか納得できるものがあって、なんかすごい楽しかったですね、そういうのが。ありがとうございます。森さんはいかがですか？いや、私もなんかすごいマサイ目見てるような気持ちになって不思議でしたね。なんかここ見たことあるぞって思うとやっぱり漫画にはあるし、本当にあのそこにキャストの方々が立つと本当に不思議な気持ちになるんですね。で、私も我ながらちょっとね、原作にかなりこう似てるんじゃないかなって自分で思ってて、でもさすがにこう鏡を見ると、あ、なんかこう鏡見ても不思議っていう、その同じ制服着て同じ髪型をして、なんかどこ見てもあのこの君様の世界が本物の世界で生きてるので、それはすごくやっぱり役というかこの映画の世界に入り込みやすかったです。ありがとうございます。本当に森さんが漫画から出てきたかのようで、私も感動してしまいました。すいません、ありがとうございます。いや、私でも1回目の時はそんなに
あの対面のお芝居がなくて、なんか本当に壁越しに喋る役だったんで、なんかこうあんまり話さなかったよ、全然話さなかったんですよ。そうだから僕もだから久しぶりに、ね、1年越しぐらいもう初めましてぐらいの感じでした、うん、だからその時は不思議な人だなって本当にずっと思ってました。それを受けていかがですか？そんな俺不思議だった不思議、もうだって目離したらどこにこうどっかに行っちゃうんですよ本当にまあまあ常識の範囲内でですけど、常識の範囲内で移動される方なんですね。そうでも、あもうそろそろだけど、だみんな揃ったかなって思うとやっぱ奥田良くいないんですよね。なんか、でもちゃんとそのちょっと前には帰ってくるけ ど、 なるほど、なんかこうやっぱり自分の世界観があって、こう何か抱えてるものがあるのかなと思うとやっぱりなんかこういいですよね、あの一緒にやってる人としては。ちょっとワクワクしますよね、今どこにいるんだろうなんて、はい、どうですか森さんのご印象は。そうですね、なんだろう、でもその一番最初にそれこそ世にもで、うん、あのご一緒してもらった時はマジでその話さなかったので、なんか話す機会もねそもそもあんまなくって、本当に挨拶程度、本当なんかご挨拶して本当ちょろっとなんかお話ししたぐらい でそれぶりだったので、うわこれ何話したらいいのか分かんねえなと思って、すごいなんか一番最初はなんかたどしかったかもしれないっていうのがちょっと覚えていてどの瞬間アイスブレイクできたんですかお二人は。ま、覚えてる？俺全然覚えてない、ね、覚えてない。いつの間にかでもすごいあの楽しくなってました撮影が、ね、気づいたらなんかふざけたりしてたかもなでもやっぱ仲間がいたからかもしれない。あ確かにカニとかその受け川くんとかいっぱい仲間がいて、うん、馴染めたのかもしれない。二人だとどっちも、ね、人見知りなんで。確かに周りにすごい助けられてもらったかもしれないですね。ですね、ありがとうございます。続いて池田千尋さんにお伺いしたいです、はい、森さん奥平さんとご一緒されてみて、お二人の現場での雰囲気や印象いかがでしたか。また監督から見た二人の俳優の魅力もお会いしてとっても魅力を感じられるお二人なんですけども、千尋さんから池田監督から見ていかがですか。目の前でね、はい、いますけどお願いします。なんかねこう簡単に言っちゃうかもしれないですけど、あこの2人は本当天才だなって本当に思いました。あの天才現場でいつも、まあ、その前からそうだったんですけど、2人ともね私がじゃあこういう風にしてみようかとか、まあ、いろんな話をしながらやっていくんですけど、必ずやりますとかじゃなくてやってみますなんですよ。2人ともそうなんですよ。やってみたら分かるっていう、で私もそれを信じてるんで、よしじゃあやってみようっていう、だからなんかやってみますやってみようがすごく現場で行った記憶があって、めっちゃ覚えてるっすわ。めっちゃ言ってたよね、よしやってみようっていうね。だからなんか本当にねちゃんと今を生きるっていうことをするんですよ2人が。だから撮ってる側としては見てると、あ漫画の中でああだったシーンを今この2人は生きてそこにまた生み直してるっていうのを見せてもらってる感覚ですよね。だからなんか今回はあの若い2人ですけど、2人が信じるものとか見つけたものに私もどっかでついていこうと思っていたところがあって、そこを信じようっていう、そんな風に一緒に付き合えたのが私すごい楽しかったっていうあの記憶ですね。うん、どうですか？お二人今のコメント受けていかがですか？結構やってみようって頼りない感じがやっぱするかなって思ってたんで、いやめちゃくちゃ安心しましたし、やっぱ天才は結構いいですね、はい、今結構浸ってます。高田天才ありがとうございます。ありがとうございます、ちょっと続いてあのまた変わったテイストの質問にさせていただきたいと思います。お三方にお伺いしたいです、タイトルにあるインソムニアという言葉は不眠症という意味です。日本人を対象とした調査によれば、睡眠で休養が取れていない、何らかの不眠があると4人に1人が回答されているようです。皆さんは実際に不眠症すなわち眠れないという経験はありますか？また眠れない時にどのように時間を過ごされていますか？森さんからじゃあお伺いしてもいいですか？いや私結構眠れない時も多くて、うんうん、そのまあとにかくいろんなものを試しますね私は。あのまずその5分で眠れる音楽ミュージッ
ックなんかありますよね、癒しミュージックみたいなのを3時間ぐらい聞いた後にかなり聞きますね意外とね5分って言ってる割に3時間用意されてるんですよ。でその聞いた後にこうティーをね作って飲んだりとかして一回お風呂に入り直したりとか。それ夜開けませんか、大丈夫ですか。開けますね、もうもう本当にその時はやっぱ、ね、中身と同じ絶望だなって感じますね。これだけ今まで頑張ったのに、でようやく明るくなった頃にやっぱあくびが出てくるっていうのはあるあるだなと思いながら映画見てました。ありがとうございます。いろいろ試されてるんですね、はい。奥平さんいかがですか。僕それこそ最近なんですけど、はい、なんかクランクインの前日とか、あのすごい個人的に大事だなと思うシーンの前はすっごい寝れないことが多いですね。緊張、なんか緊張なのかなんかやっぱ不安なのか分かんないですけど、なんか寝れない時が多くて、でもなんか何しても寝れないからもうなんかもう本当諦めてますね。なんかとりあえずなんかもう天井とにらめっこっていうか、でなんか音楽、まあ、ちょっとたまに音楽聴いたりとかリフレッシュはありますけど、もう何もなすすべなしですね。なるほど。じゃあもうただ天井とにらめっこ。怖いよもうマジで目つぶんないでもうずっとこうだから不思議ですよね本当に確かにあの分かってきました、クライラさんのことが。そのでもそうなっちゃいますね。あるんですね。もう最高のじゃキャスティングでもありましたね実際に実際にそうだったんですね。池田さんはいかがですか。私は2人の年齢ぐらいの時にすごい眠れなかったこと覚えてて、でも早々に諦めて、とりあえず当時 VHS で映画をずっと見るとか、自転車で夜の東京の街シャーシャー走って警察に職質されるとかそういうことをしていました。なんか割とすぐ諦めて有効に使おうっていうあの気持ちで生きていました。なるほど。こう聞いてみると全然お三方眠れない時過ごし方違いますね。そうですね、もう監督のその勉強しなきゃと思いましたなんかねでもね本当にそ昼夜逆転しちゃうから危ないんだよそれ本当は。確かにそうですね、頑張って寝た方があのいいらしいです。なるほど、ありがとうございます。はい、私あのこの映画もちろんこう原作があってそれをお預かりしてその世界を描いてっていうことをするわけですけど、その中でこう私なりのやっぱり映画を作る上でのテーマっていうのをずっと探していて、最終的に掴んだのが生きることを全力で肯定するんだっていう、この映画でそれをしようってことを決めたんですね。その不眠症で辛いとか学校で居場所がないとか、やっぱり辛い思いを抱えている人ってたくさんいて、特に若い時ってそういう気持ちとこう、ね、裏腹な希望と絶望みたいなとこで生きてるっていう、なんかそういう人たちにも生きることをただ肯定するだけでいいんだっていう、あなたが生きてること誰だって肯定できるっていう、なんかそれを感じてほしくってこの映画を作っていたんですね。この2人がすごいパワーで世界に対して窓をどんどん開いていくっていう、その姿を見て感じてもらえたら嬉しいなと思っています。はい、ありがとうございます。奥平さんお願いいたします。はい、そうですね、なんか僕もなんかまだそのつい先日初号を見させていただいて、でなんかこの作品に対する思いというかなんかとなんか考えてた時になんかちょっとまだ自分の中で言葉で表せられない何かがあるなっていうふうに思っていて、なんだろう、やっぱお芝居しててもそうだったんですけど、なんかその瞬間をすごいちゃんと生きてた作品がすごいこの作品だと思っていて、なんかもちろんみんなですごい楽しんでるシーンもあれば、僕あのガンタなりにすごい悩んでたシーンもすごいちゃんとまっすぐ生きてたっていうのがすごいいい作品だなっていうふうに思っていて、そのそういうのが見ていただける方に伝わればすごい嬉しいなって思いますし、でちょうどキミソム自体もあの公開近くにアニメがね放送されるっていうこと で、ね、でなんかもちろん漫画の原作もありますし、
で、アニメバージョンはアニメバージョンの良さがあると思いますし、映画には映画の良さもあると思うので、そういうのをなんか比べて楽しんでいただけたらなって思いますね。ありがとうございます。それでは最後に森さんお願いいたします。そうですね、この高校生2人 の、 そのすごくキラキラした物語ではあるんですが、やっぱりこう街を見てこうどんなキラキラしてる人がいても、きっとその人なりの悩みがあってこう抱えてるものがあるなって思うんですけど、なんかそういうものをなんかキラキラだけがその人の人生全てじゃないって、本当に監督が言ったみたいに、生きることの全てを肯定できる、自分が今悩んでることも含めて自分なんだっていう、なんていうか、いろんな人、いろんな波を抱えてる人に寄り添っていける映画に、このイサキとガンタがこう見てくれたお客さんの両肩にこう頭を乗せてこう寄り添って寝れるような、なんかそう優しい映画になっているので、ぜひ皆さん映画館に来てくれたら嬉しいなと思います。お願いします。アニメ線を改めて頂戴できればと思います。じゃあそれまたの前ください。お願いいたします。